この動画ではモヤモヤ病の画像診断について解説していきます。モヤモヤ病は稀な疾患と言われていますが、脳梗塞や脳出血の原因となる疾患であるため、 CT、MRI、血管造影など放射線技師が関わる機会が多い疾患だと思います。この動画の目標としては、モヤモヤ病の病態や診断基準など一般的な話に加えて、特に画像診断に力を入れて解説していきたいと思います。キーワードとしては、これだけ盛りだくさんあるため動画が長くなると思いますが、これ以上詳しい内容はないという動画にしたいと思いますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。まずは症例を提示したいと思います。8歳男性の頭痛発症の症例です。 MR アンギオグラフィーで内頚動脈の末梢と特に右側の中大脳動脈が見えていません。左側も同様に中大脳動脈が脱落しているように見えます。 MR アンギオグラフィーの元画像を見てみると、この部分にもやもやした血管が見受けられます。 T2 強調画像では中大脳動脈あたりは本来フローボイドで黒く見えるはずですが、そちらが消失しています。フレアを見てみると、脳の表面付近のこのような脳梗あたりにちらちらと高信号が見受けられ、ASL では右の後ろ側の管流低下が見受けられます。以上の所見と、この方は家族がモヤモヤ病と診断された患者様で、それらの家族歴も踏まえて、この方もモヤモヤ病と診断されました。モヤモヤ病はウイルス動脈輪閉塞症とも言われ、内頚動脈の末梢とその付近の主幹動脈に進行性の狭窄や閉塞を生じ、その部分の血流不足を賄おうと代償性に異常血管網モヤモヤ血管が発達する疾患です。1960年代に日本人が発見した病気で、その異常血管が血管造影で煙のように見えるためモヤモヤ病と名付けられました。原因は不明ですけれども、近年 RNF213 という遺伝子が関連する遺伝子として注目されています。東アジア人に多く、欧米人には少ないという特徴がありますが、日本ではおおよそ100万人に1人くらいの罹患率と言われています。臨床像は虚血型と出血型に大別され、モヤモヤ病は小児期と成人期2つのピークがありますけれども、小児はほとんどが虚血型、成人は虚血型と出血型が半々と言われています。虚血型の特徴ですが、小児の多く内頚動脈終末部の狭窄が進行することによって血流不足が起こり、虚血症状が起きるとされています。症状としては一過性の虚血発作 TIA で発症することが多いとされています。 TIA についてはこちらの動画で詳しく解説していますので、こちらも参照いただけたらと思います。症状としては偏麻痺、感覚障害、言語障害、痙攣、知覚低下などが起こります。モヤモヤ病による TIA は過呼吸誘発型のエピソードが典型的とされ、例えば大泣きした後、もしくはラーメンをフーフーした後の手のしびれなどが典型的なエピソードです。こちらは過呼吸が起きた際には血管内の二酸化炭素の分圧が低下してしまいます。脳血管というのはこのような二酸化炭素分圧の急激な低下というのには非常に弱いため、それによって脳血管の収縮が起こり TIA 症状が起こるとされています。例えば笛を吹いた後とか走った後などの過呼吸状態での虚血症状が起こるというのが典型的なエピソードです。このような病気が進行すると脳梗塞を発症してしまうわけですけれども、脳血流の需要が大きい4歳以下に脳梗塞の発症が多いとされています。それに対して出血型ですけれども、成人に多くモヤモヤ血管への血行力学的負荷による破綻、もしくはその部分に微小動脈瘤ができてしまい、その微小動脈瘤が破綻することによって起こるとされています。後発部位は比較、視床、脳室内、脳室周囲とされていますけれども、比較的若年の成人でこのような部分に出血があった場合にはモヤモヤ病も鑑別に入れるべきというふうになっています。モヤモヤ病の診断基準についてですが、この動画を作っている段階での最新の診断基準は2021年版となっています。モヤモヤ病と診断するためには脳血管造影は必須とされ、頭蓋内内頚動脈終末部に狭窄や閉塞が見られる、モヤモヤ血管が動脈層で見られるとなっています。注意点ですが、両側性変則性は問わないとなっており、以前は両側性は確定診断、変則性は疑いとされていましたが、その文書は撤廃されています。また特に変則性病変や動脈硬化を合併する場合には積極的に脳血管造影を行い多疾患を除外する必要があります。さらにモヤモヤ病ではないですけれども、モヤモヤ病のような画像所見が得られる類モヤモヤ病というものがあり、こちらも除外する必要があります。自己免疫
性疾患や髄膜炎などがありますけれども、甲状腺機能亢進症に関しては自己免疫疾患ですけれども、もやもや病との合併率が高く、甲状腺機能亢進症に関しては類もやもや病ではなくもやもや病と診断してよいというふうになっていることに注意が必要です。またこちらの2021年版では MRI でももやもや病と診断することができ、1から3すべてを満たす場合にはもやもや病として良いということになっています。 MR アンギオグラフィーでの両側の頭蓋内内頸動脈終末部に狭窄や閉塞がある、ヘビリー T2 強調画像で両側内頸動脈終末部や中大脳動脈 MR に血管外形縮小がある、MR アンギオグラフィーでの脳底部脳室周囲などに異常血管網、つまりもやもや血管があるとされています。これらの画像所見については後で詳しく見ていきたいと思います。虚血型と出血型の症例を示します。虚血型は先述したように小児に多く、一過性脳虚血発作からの発症が多いですけれども、進行するとこのような脳梗塞になります。出血型は成人に多く、特に比較的若めの成人でこのような視床や脳室周囲に出血を見た場合は必ずもやもや病を鑑別してあげる必要があります。もやもや病は内頸動脈の遠位端部に狭窄や閉塞を生じますが、基本的には総頸動脈に病変はありません。なぜ内頸動脈がターゲットになるのかというと、こちらは血管の層構造に関与してきます。動脈は内膜、中膜、外膜の3層構造になっていますが、特に中膜に注目してみると、中膜に弾性繊維が非常に豊富にある弾性動脈と、中膜に平滑筋が多くある筋性動脈に大別されます。総頸動脈は弾性繊維が優位の弾性動脈、内頸動脈は平滑筋が優位の筋性動脈となっており、血管径の縮小は平滑筋優位の内頸動脈で起こりやすいとされています。これは弾性繊維が少ないために伸び縮みが弱い点と、内皮細胞での血管拡張作用のある一酸化窒素合成酵素の活性が低下するためと言われています。血管造影で見てみると総頸動脈は保たれ、内頸動脈で進んでいくとこの部分で弾性繊維が少なくなり狭窄を生じるというのが典型像ですけれども、この形状をこのようなシャンパンのボトルに例えてシャンパンボトルネックサインと言います。内頸動脈系と総頸動脈系の比を 0.5 以下と定義し、こちらのサインが陽性の場合は同側の頭蓋内出血、特に後ろの部分に生じやすいとされていますけれども、この部分の出血に優位に相関するサインと言われています。もやもや病の病態の進行についてですが、血管造影によるもやもや病の病気ということで鈴木先生のステージングがよく使われます。こちらはステージ1からステージ6の6つの段階に分けて病態が進行している様子を描いている分類です。第1期は内頸動脈狭小期で内頸動脈終末部の狭窄が起こります。第2期としてもやもや初発期となり、内頸動脈終末部の狭窄が進行しもやもや血管が乱れ始めます。そして側副血行としては中大脳動脈の皮質動脈が拡張して見える段階です。第3期はもやもや増生期となり、前大脳動脈中大脳動脈群が脱落し始め、もやもや血管がさらに増生します。第4期はもやもや再び期となり、前大脳動脈中大脳動脈群がほとんど見えなくなり、後大脳動脈が脱落し始めます。もやもや血管に関してはこの段階では縮小し、別の側袋として恥骨動脈からの側副血流が起こります。第5期はもやもや縮小期となり、内頸動脈系からの血流は著名に低下し、もやもや血管はさらに縮小します。そして新たに椎骨動脈系、外頸動脈系からの側副血行路が起こります。第6期はもやもや消失期で、内頸動脈系からの血流は消失し、もやもや血管も消失します。そして椎骨動脈系、外頸動脈系からのみ血管保全が起こるという段階に徐々にステージが進行していくという分類です。もやもや病による主幹動脈の狭窄や閉塞は前方循環系だけではなく後方循環系に生じることもあります。後方循環系はこのように病気が進行していき、第1期は狭窄や閉塞はありませんが、第2期はもやもや初発期として後大脳動脈に狭窄が生じ、わずかなもやもや血管が出てきます。第3期はもやもや増生期でさらに狭窄が進み、もやもや血管が増えていきます。そして後大脳動脈はもやもや血管を介して側袋として供給され、第4期はもやもや消失期として
広大脳動脈が閉塞してしまいます。もやもや血管は縮小し、広大脳動脈基準に限局してき、内頸動脈からの側副貫流によって血流が保たれるという病気になります。鈴木先生のステージングは血管増栄によるもやもや病の病気のステージングですが、こちらのホーキン先生の MRA スコアは MR アンギオグラフィーでステージングを決める方法です。主幹動脈を内頸動脈、中大脳動脈、前大脳動脈、後大脳動脈に分け、内頸動脈と中大脳動脈に関してはセグメント1が正常、狭窄、不連続、不可視と0から3点と分けます。前大脳動脈、中大脳動脈に関してはセグメント2とその末梢が正常、信号低下、不可視と0から2点と分け、合計10点でスコアリングする方法です。こちらのように MRA グレードを決め、この MRA グレードの1から4と鈴木先生のステージングの1から6はこのように相関するとされ、血管造影の代わりに MR アンギオグラフィーでステージングをして良いということになっています。もやもや病では内頸動脈終末部の狭窄や閉塞に伴ってさまざまな側副血行路、この黄色で矢印で示したようなものが発達していきます。側副血行路に関しては大雑把には3つの種類で大別することができ、基底核からの側副血行路、軟膜髄膜吻合、レプトメニンジールアナストモーシスと呼ばれる側副血行路、硬膜を介する側副血行路、こちらはトランスデュアルアナストモーシスと言われますけれども、眼動脈の分子の歯骨動脈から出るエスモイダルモヤモヤベッセルズ、外頸動脈系の線側頭動脈、中硬膜動脈から出るボルトモヤモヤベッセルズなどがあります。基底核からの側副血行路について見ていくと、中大脳動脈からの線通子である外側線状態動脈による側副血行路、そして視床を栄養する血管による側副血行路がありますが、内側は視床開迫隆起動脈、視床線通動脈からの側副血行路、外側に行くと視床室状態動脈からの側副血行路、そして脈絡層を通る血管の側副血行路がありますが、こちらは内頸動脈からの線通子である前脈絡動脈と視床を栄養する後脈絡動脈の両方を含みます。これらの血管は非常に脆弱なため、もやもや病が原因である出血は、皮下や視床、脳室、脳室周囲に起こりやすいとされていますが、これらの側副血行路が脆いということが一つの原因であるというふうに考えられます。続いて、軟膜髄膜吻合、レプトメニンジールアナストモーシスからの側副血行路です。脳の血管というのは、前大脳動脈、中大脳動脈、後大脳動脈がそれぞれ、脳の表面で手をつないでおり、その手をつないでいる部分というのは通常は別に働く必要がありませんが、例えばこのような中大脳動脈の血流不足などが起きた場合には、例えば後方循環系の後大脳動脈から脳の表面を伝ってこちらに血流を送ったり、前大脳動脈をたどって脳の表面を通り、この部分に血流を送る吻合が発達してきます。こちらを軟膜髄膜吻合、レプトアナメニンジールアナストモーシスといい、もやもや病の場合にも発達する側副血行路です。この軟膜髄膜吻合は後で説明する IB サインにも関連する側副血行路となります。続いて、硬膜を介する側副血行路であるトランスデュアルアナストモーシスについて見ていきます。この経路のまず一つ目は、内頸動脈から出る眼動脈の枝である前歯骨動脈や後歯骨動脈を側副路とするエスモイダルモヤモヤベッセルズのパターンです。こちらは眼動脈からマイカーから出る前歯骨動脈と前大脳動脈の前頭棘動脈をつなぐ側副路のパターンや、後ろ側にある後歯骨動脈と前大脳動脈の眼下前頭動脈をつなぐ側副路のパターンなどがあります。このパターンは前大脳動脈の脱落が起きた際にできる側副血行路です。そして外頸動脈から出る側副血行路としては、線側頭動脈や中硬膜動脈などから側副路を作りますが、そちらをボルトモヤモヤベッセルズと言います。鈴木先生のステージ5やステージ6に対応しますけれども、内頸動脈が脱落したとして、この外頸動脈から出る枝から側副路として出すパターンとなります。外頸動脈の血管解剖についてはこちらの動画を参照していただけたらと思います。我々放射線技師は画像を撮影するだけじゃなく、後で画像を再構成することも非常に重要な仕事ですけれども、もやもや病に関して非常に有用な再構成として、
スライディングシンスラブ、マキシマムインテンシティプロジェクション、STS-MIP と呼ばれるものがあります。こちらは、シンスラブということで、5から15ミリの非常に分厚いスラブで、このようにパーシャルミップをオーバーラップしながら再構成する方法です。全体の画像を最大値で投影するこのような通常のミップだと、全体像は把握しやすいですけれども、重なる部分が多く、見えにくい欠点があります。しかし、こちらの方法だと、他の血管が重なって見えにくくなる影響が少なく、主幹動脈の狭窄や閉塞、側副血行炉、吻合やもやもや血管などが評価しやすい非常に有用な再構成方法です。続いて、もやもや病の重要な画像所見について見ていきたいと思います。ヘビリー T2 強調画像での両側内頸動脈終末部や M1 の血管外径縮小、フローボイドに関する所見、IB サインについて見ていきます。こちらは、もやもや病の患者さんのタイムオブフライト法による MR アンギオグラフィーですけれども、中内の動脈に狭窄が生じていますが、これだけでは、動脈硬化によってこの部分が狭窄しているのか、それとももやもや病によって狭窄しているのか、鑑別に迷うことがあります。そこで、もやもや病の診断基準2021では、ヘビリー T2 強調画像での両側内頸動脈終末部や、中大脳動脈 M1 の血管外径縮小が記載されています。こちらがそのヘビリー T2 強調画像ですけれども、非常に水を強調して、その水の中に血管を投影する原理で血管を見ていきます。そうすると、この血管の外径が非常に縮小していることがわかります。この画像を見ることによって、動脈硬化による狭窄と、もやもや病による狭窄を鑑別することができるという非常に有用な撮像シーケンスとなっています。もやもや病と動脈硬化との鑑別に関しては、病理的にはもやもや病は内膜の飛行と中膜の被迫化が特徴的なのに対し、動脈硬化では内膜へのプラークの蓄積が生じます。造影をしてみると、もやもや病はこのような全周性の増強硬化があるのに対し、動脈硬化の場合はこのような一部が染まる変身性の増強硬化となります。そして、ヘビリー T2 強調画像で見る血管の外径については、もやもや病ではこのように縮小するのに対し、動脈硬化では基本的に保たれ、外膜側にプラークが浸潤していく、ポジティブリモデリングが起きた場合はむしろ拡張してしまうという、血管外径の差を見ることによって両者の鑑別をすることができます。ヘビリー T2 強調画像はこのような血管の外径を見るシーケンスです。もやもや病の読影には MR アンギオグラフィーだけではなく、スピンエコー4ベースの T1 強調画像や T2 強調画像もしっかりと読む必要があります。こちら MRA の元画像で、もやもや血管がこのように見えていますけれども、スピンエコー系シーケンスがベースの T1 強調画像と T2 強調画像では、その部分がフローボイドとして抜けていることがわかります。T1 強調画像と T2 強調画像を見比べてみると、T1 強調画像の方がわかりやすい印象があります。通常血流というのは90度パルスを受けたとしても180度パルスを受ける前にどっかに行ってしまうので、両方のパルスを受けることができず低信号となるフローボイドの現象が起こります。もやもや血管でもそれが起き、脳底部や脳室周囲など少なくとも一側で2つ以上の明らかなフローボイドを認める場合はもやもや血管と判定して良いというふうになっています。フローボイドに関してはもやもや血管のフローボイドだけではなく、本来あるはずのフローボイドが消失している所見も確認する必要があります。もやもや病によって中大脳動脈の狭窄や閉塞が起きた場合には、正常ではこのように中大脳動脈のフローボイドが見えますけれども、もやもや病の場合にはその部分が消失する所見が見受けられます。このフローボイドの消失も重要な所見です。こちらの症例では、その周囲にプツプツプツともやもや血管によるフローボイドがあることも確認できます。もやもや病の患者さんでは、フレアでこのような脳の表面に沿ってチラチラと高信号が見受けられることがあり、こちらを IB サインと言います。IB とはツタという意味があり、フレアでの脳表に沿った高信号を表すサインです。こちらのサインが見える原因ですが、脳表の軟膜髄膜吻合を介する側副血行炉の遅い血流を反映しているためと言われています。もやもや病の患者さんはこの部分が虚血になりがちですけれども、それを賄おうと脳の表面同士の血管が手をつないで、側副炉を作り、血流を補い合う性質があります。そのような軟膜髄膜吻合を介する側副血行炉は、非常に血流が遅いという特徴があり、それが原因でこの部分が高信号になると言われています。なぜフレアではこの部分が高信号になるかというと、フレアでは通常血管というのは低信号で見受けられますけれども、それは血流が原因で低信号となります。
プリアで画像を得るためには90度パルスと180度パルス両方受ける必要がありますけれども、90度パルスを受けた血流というのは180度パルスを受ける際にはどっかに行ってしまっているため通常血流というのは見えませんが、このような即復血航路は非常に流れが遅いため90度パルスと180度パルス両方を受けることができ、信号を出すことによってこのような高信号になるというのが基本的なメカニズムとなります。続いてモヤモヤ病の治療についてですが、モヤモヤ病は虚血発作を改善する目的であったり脳梗塞のリスクの軽減する目的で手術を行う場合があります。脳卒中治療ガイドラインでは虚血症状を呈するモヤモヤ病に対して頭蓋以外内血行再建術を行うことは妥当であると推奨度 B となっています。また手術期の過管流症候群に対しては併存する脳虚血病態を鑑みて慎重に判断した上で高圧を考慮して良いと推奨度 C となっています。こちらについて順に見ていきたいと思います。モヤモヤ病の血行再建術には頭皮の血管を剥がして脳血管を直接つなぎ合わせる直接血行再建術と、血管と組織を脳の表面に置いて自然に血管が生えるのを待つ間接血行再建術があり、両者を組み合わせる場合もあります。直接血行再建術に関しては線側頭動脈と中大脳動脈を吻合する STA-MCA バイパス術がよく用いられます。こちらはこのようにつなぐことによって側副のパワーが非常に強く、術後の出血を非常に減少させるということで成人に好んで使われる方法です。しかし側副のパワーが強すぎて後で説明する過管流症候群になってしまったり、またこちらの血管が原則 0.8 ミリ以上という制限があるため線側頭動脈が細すぎる場合には適用できない、もしくは手技が非常に煩雑であるなどの欠点があります。線側頭動脈が非常に細い小児の場合に好まれるのがこの関節血行再建術で、側頭筋を脳表にかぶせるエンセファロミオシナン合質 EMS と言われる方法や、線側頭動脈やその周囲の組織を硬膜と直接縫合するエンセファロデュロアーテリオシナン合質 EDAS と言われる方法などがあります。こちらの方法は側副のパワーは直接よりも落ちますが、過管流症候群が少なかったり手技が簡便であるといったメリットがあります。手術による治療効果について見てみると、こちら最初の症例ですけれども、この方は右左の順番に期間を置いて STA-MCA バイパス術が施行されました。その後の画像では両側の線側頭動脈が非常に発達し、この部分の側副血行によって末梢の血流が回復しています。 ASL の管流低下については、最初は右の後ろ側が非常に乏しい印象でしたけれども、そちらも改善しています。この方はこの外頸動脈からの線側頭動脈や、またこの部分の中硬膜動脈などから非常に側副血行がよく賄われているため、軟膜髄膜吻合に関しては役割は少なくなっています。そうすることによって最初目立っていた IB サインが減少しているということもわかります。血行再建術を行った後には血流が流れすぎてしまう過管流症候群に注意をする必要があります。こちらは内頸動脈終末部、あと中大脳動脈や前大脳動脈などが脱落し、モヤモヤ血管が非常に発達しIB サインが非常に目立つ症例ですけれども、直接血行再建術と間接血行再建術を組み合わせた複合血行再建術をまず左で行い、その後期間を置いて右で行った症例です。血管タス組織をしっかりと硬膜に付着させている様子が観察されます。左の手術は順調に終わりましたが、右の手術後に高血圧と頭痛が出現してしまいました。フリアで観察してみると、左側の IB サインは術前に比べて非常に減少していますが、右側の IB サインが明らかに増大していることがわかります。 ASL による管流画像を見てみると、この部分の管流が真っ赤っかとなり非常に更新していることがわかります。こちらは術後の過管流症候群と診断された症例です。その後高圧が行われ頭痛症状は消失、その後のフォローではフレアの IB サインは消失し、硬膜に付着させた組織も落ち着いてき、ASL の過管流があった部分もなくなりました。このように、術後の状態を見ていくというのも画像診断の非常に重要な役割の一つです。
それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回はマヤ病の病態と診断基準、画像診断について詳しく解説してきました。内頚動脈終末部とその付近の主幹動脈に進行性の狭窄や閉塞を生じ、代償性にマヤ血管が発達する疾患です。小児と成人の2つのピークがあり、虚血型と出血型の2つの臨床病型がありました。側副血行路の処理について詳しく説明し、病気の進行として鈴木先生のステージングとホーキン先生のステージングについて詳しく解説してきました。画像診断としては血管造影と MRI が特に重要で、血管造影では頭蓋内内頚動脈終末部の狭窄と閉塞の評価、もやもや血管の評価、そしてシャンパンボトルネックサインについても説明させていただきました。 MRI の診断基準としては MR アンギオグラフィーでの内頚動脈終末部の狭窄と閉塞、そして特に重要なのがヘビリー T2 強調画像での血管外径の縮小、そしてもやめ血管の評価などについて説明させていただきました。その他の画像所見としてフローボイドをしっかり見ることや IB サイン、そして術後の過管粒症候群の評価なども解説させていただきました。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。